フォアボールでもいいし、なんとか粘ってねっていうふうに思ってた角度を間違えないようにヒットが出やすい、ね、確率が高いところに力をこう抜くって言ったじゃないですか。そこができないですね、普通は。ポンってこう一斉にポンって体重乗っていくだけで、まあ、もともと大きいの打ってるバッターじゃなかったんで、うん、たかが知れてるじゃないですか。その、なんていうんですかね、まあ、多分ホームランバッターとか、うん、そういう打つのに期待されてる選手っていうのは、よし、ホームランを打ってちょっとこうアピールしようとか、ちょっとね、長打打ってとかっていう気持ちになったと思うんですけど、長打を打つバッターじゃないし、まあ、フリーバッティング見たって本当こいつプロ野球選手っていうようなフリーバッティングしかしてなかったんで、だからまあヒット、まあまあヒットね、いい当たりのヒットもポテンヒットもね、ゴロでボテボテって言ってもヒットはヒットだしっていうぐらいしか思ってなかったんで、バッティングに関しては。だからそのところのこう自分がピッチャーのボールを捉えることだけしかなかった、頭になかったですよね。捉えに行き方だったりっていうことは、まあ、辞めるまでずっとそういうイメージでやってましたけどね。僕のイメージだと岩瀬さんってそれこそプレスヒットじゃないですけど、人のいないところに打ちますよみたいな感じで簡単にそのヒットを打ってたように思えるんですけど。いや、簡単ではないですけど、まあ、結果塁に出ればいいね、で出れなかったも何とかして、ね、フォアボールでもいいし何とか粘ってねっていうふうに思ってただけなんで、一番ショックなのはいい当たりが正面行ってアウトっていうのが一番ショックだったんですよね、僕の中では。だったらこのちょっとでもこうね、角度を間違えないようにヒットが出やすい、ね、確率が高いところにっていうふうには打ってましたね。だってもう外野にいい当たり行ったって正直超えないですもん。はい、だったらもうその後ろだったらね、まあ、多分ホームランバッターってみんなそんな感じだったと思うんですよ、うん、そのフェンス越しちゃえば、ね、はい、誰も取れないだろうって言って狙うんですけど、フリーバッティングでも狙っても入らないぐらいだったんで、もう鼻から大きいのは意識しなかったですよね。そういう意識の延長が岩瀬さんのファールファール甘い球が来るまで粘れるっていうバッティングになってったんですか。もともと技術がなかったんで。なかったんですか。ないですよ。だって打つ人は関係なく打っちゃうんで、ね、追い込まれても打っちゃうんで、僕の場合はもう追い込まれて打てないしか思ってないんで、どこまでって言ったらスリーボールツーストライクまで持っていかないと勝負ができなかったっていうところですよね。スリーボールツーストライクになれば、僕みたいなバッターだったらフォアボール出すぐらいだったらまあいいかなっていうふうに思ってくれてたと思うんで、まあ、ホームランはないからという意味で、その積み重ねですよね。そこでやっと初めてヒットを打ちに行くじゃないですけど、だけどそのフルカウントになるまでファールファールで、例えばだからそうしないと打てないなと思ったんで、だからもうファールに打ちには行ってないですよ。打ちに行きながらファール打たないとファールにはなってくれないし、たとえそれで3ボール2ストライクになってももう急にバッティングまたその1球で変えないといけないんで、っていうところではもう打つポイントの中で、あとは力の強弱だけだったですよね、やってたのは。はい、だからもうある程度追い込まれてワンボールツーストライク追い込まれたぐらいから一応狙い球は持ってますよ。例えばフォークボールを待ちながら違うボール来たらどうファール打つか でそのボールが来たらヒット打ちには行ってたんですけど、それはだからまあ稀ですよね。だから保険をかけながらね、インサイドまっすぐ来るんじゃないかな、違うボール来たらちょこんとファール打ったりとかっていうところで、まあ、うまくこう2ボール2ストライクになったらちょっとだけこうバッターも打つ確率が高くなる、で3ボール2ストライクになればほぼトータルしたら3割ぐらい打てる打率ぐらいに変化するんで、そこまで持っていこうとしか思ってないですよね。はい、
タイミング取り方がやっぱり柔らかいというかうまいんですよ、はあ、僕らからすると。おファール打てる人って、うん、やっぱタイミング合ってないとバット振れないじゃないですか、はいはいはい、いくらなんでも、はいはい、全く合ってなかったらバットなんて振れませんから、うん、だからずれてはいるんですよ、うん、差し込まれたりとか、うん、で当然のように特に追い込まれた後って、うん、少し引きつけて、うん、半詰まりぐらいのちょっとポイント近めで打つみたいなことはみんなやってることだと思うんですけど、うんうん、そういうことでも振れない振ってしまう人なのか、今言ったみたいに力をこう抜くって言ったじゃないですか、そこができないですね普通は。うん、振るなら振っちゃいたいんですよ、はいはいはい、で振らないなら振らないんですよ、うん、だけどそれをあこれダメだ前飛んじゃうって多分察知するんですよ。でそこでパッと例えば片手離したりとか、うん、あのゴルファーがプロゴルファーの人たちがなんかティーショットで手離す人いませんか、うん、でもなんか結果的に真ん中行ってるみたいな、うん、僕らがゴルフやるとあんなことありえないんですけど、うん、だからそのような感覚でそのなんだろうなその察知能力があってダメだと思ったら手離したりとか早くヘッドをこうしてみたりとかっていうことがやっぱりやれたんでしょうね、もともと持ってたのか、うん、感覚として、うん、僕にはないんですそれは、うん、だから今半分以上想像で話してるんですけど、うん、やってみようという気も半分ないですけど、そういう打ち方を僕はどっちかって言ったらもう決めた球一回で仕留めたい、ファールなんかさ俺の負けだっていう風なバッティングのスタイルだった。結果的にファールになることありましたけど、大抵もう割と少なめのスイングで勝負したい、うん、でも岩田も本当はそうなんだけど仕留めきれんかった時のことまで考えられるわけじゃないですか、うん、だからその辺がやっぱりリズムもいいしヒット数も増えるし、あのある意味狙ったとこに角度でバット持っていけるっていう、これねバッターってすごい最高に近い技術なんですよ、ね、うん、これね、うん、言葉で説明するの難しいですけど、はいはいはい、できないですよ、うん、それこそ落合博満さんが来た時に、うん、いろんな打ち方を僕らに教えてくれましたけど、うん、みんな一通りやったんですよ、うん、ほとんど真似して、うん、ほとんどできないですよみんな、うん、そんなような感じに近い話ですから、うん、簡単にファールしてるっていうけど当たらないですからねバットに、はいはいはい、振ることはできるけど、うん、バットに当たらないのが普通なんで、うん、だからもうそういう感覚を持ち合わせたんですよね。岩瀬さんどうですか、そこは持って生まれたものなのか、やっぱりずっと下から上がってくる中で学んでいったものなのか。まあ、なんとなくバッティングを簡単に解説したらっていうところですよ僕の中で。あの最初にやり始めたのがここから打ちに行くじゃないですか、ここから全部打ちに行くで実際打つ時ってどういう感じなのかなって思ったら、ここからこうするだけじゃないですか、うん、簡単に言えば、うん、ここまで、ね、体もまだ整体してて、うん、これでもちょっとこうなったらもう、ね、バットがちょっとこう体から離れるだから、はい、一番中心ってここだなと思って、うん、ここから手と足と、まあ、お尻とかがこう全部がポンってこう一斉にポンって体重乗っていくだけで、うん、正解ですよね、うん、いいんですよね。ええ、簡単に言えばそう、これがちょっとずれるということはバッティングってここからこう打てばこのバットがですよ、このバットが当たればホームラン全部なるって言ったらみんなこうやればいいんだなっていうところがスタートです。だからここのところのからここが間違えないようにっていうことしか頭になかったですよね。ここまで持ってって振る、ここから振る、ここから振るしかないんで、ここまで来てあちょっと差し込まれてるなって思ったらファーってちょっと抜いたりとか、でもここから振りに行こうとしたらもうこの時点で時間が使っちゃうじゃないですか、はい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 、だからもうここからここまでを来てから振る、うん、振るってなんかもうそこのところだけはバットを振らなくてもずっとやってましたね、うん、なんかそこ、うん、だからもうバカみたいな流れ作業ですけど、ずっとそんなイメージでバッティングやってたんで、だからもうアウトコース来ようがインコース来ようがこうから振る、こっからあっちに振る、こっからセンターに振るっていうイメージしかやってないですね。
はい、さっき言ったあの長打をそんなに考えてなかった、はい、そうですね、っていうのがまず一番の。なるほどなるほど。もうちょっと回して打ってくる人が多いんですよ、はいはいはい、どっちかっていうと、はい、あこれかと思って、こうやって合わせてるあれが体の位置が合ってんのかなっていうところからスタートなんで、プロの世界のねなんかやっぱり投げるみたいになっちゃうんですね、深い話になっちゃって、僕もどこまでぶれないっていうか動かないっていうか、だからファールもできるんですよ。どっちかっていうとみんなこうやってトップ取ってパンでですけど、僕の場合こっからこうやってただけです。